株式会社 r e ルイの島田です。え今回の動画はですね。スウォット分析の答えは一つではないということですね。実は、あの、まあ、スウォット分析って一度寝かせて、再そうとやった方が効果的という話をします。あの、多くのね、スウォット分析をしてきて思うのは。スウォットの分析の答えって一つじゃないんですよね。その積極戦略の答えにしても。あの、まあ。 企業の経営戦略を成立するときにこの SWOT 分析を使うんですがあの我々コンサルタントスローをサポートするわけですねところが SWOT 分析から生まれた積極戦略や優先順位というのはまあいろいろなケースによって答えが全く違ってきます、まあ、どんなケースで答えがね違うのかとまず1番目 SWOT 分析参加者や影響力のある人の有無で変わるというんですね、まあ例えば 経営者が不在でスオット分析した場合の結果と経営者が参加して出たスオット分析の結果がだいぶ違いますね経営者が持っている機会や積極戦略と経営者以外を感じているものとはずれがあるんです当然ながらだから中小零細企業では経営者不在のスオット分析は幹部研修の目的以外はやってはならないと言ってるんですね本当に戦略するなら経営者抜きゃダメよとただ 強み分析はあんまり変わりません。うん、変わらないはずです。ただし、それも強みの捻出の仕方を、どちらの場合も、明確に指導した場合に限るんですけどね。あと変わるの二番目、コーディネーターのヒントの出し方で変わります。これは大きな要素ですよ。誰がそのスロット分析を指導し、どんなヒントを出したかで、結果が大きく変わります。そのために、スロット分析の場数や。 模擬訓練をを増やしてスキルを磨く必要があるわけですねもしコーディネーターであるコンサルタントが変な誘導をしたりヒントが総論や大手企業の情報業界の一般常識あと社会全体の流れこんなことばっかりのヒントだったりマクロ分析っぽいヒントを出し続けたらどうなるか多分それに沿った機会になります。ね、いわゆるわっつらな機会ですししかし日地分野や ミクロのヒントを意識した誘導だと当然クライアントの答えもそういうふうにミクロに変わってきますだからねコーディネーターによって違ってくるんですよね仕方ないですけども3番目時期によっても結果が変わりますこれ不思議なんですけどもどの時期にスウォット分析したかで結果がかなり変わりますそれはその時期にどんな出来事が社内で起こったのかその時期にどんなトラブルやクレームが発生したのか その時期にどんな要望や要望が顧客から生まれたのかその時期にどんな市場ニーズの発見や出会いがあったのかこれによってごろっと変わってくるわけですだから面白いものですけど例えばですね4月1日にやった相当分析と9月1日にした相当分析は微妙に答えが違うケースもあるんですたった半年違だけでまあ今回のコロナなんかでは最低なものでしたよねで4番目 実はね、誰がしてもいつしても変わらないのが実は脅威分析と弱み分析なんです。まあね、誰がしようがいつやろうがあんまり結果に変わりません。脅威と弱みというのは。それは参加者が日頃から感じていることだからです。社長がであろうが、係長であろうが同じです。ですから、このようにね、スウット分析を一回したからといってそれは全ての答えじゃないんです。できれば、 一度したスウォット分析の積極戦略を3内し6ヶ月寝かせる。まあ寝かせるというのはちょっと状況を見ながら一応取り組むんですよ。取り組んでみんだけど一応テスト的に取り組む。そしてもう一回再リサーチして再スウォット分析を半年後ぐらいやる。こういうのがいいんじゃないかという提案をしているんですね。まあこのスウォット分析のスキルをね上げるためには模擬訓練必要ですけども、まあ日本で唯一この スズームでスウォットムスキローーロプレイというのを毎月開催してます、まあ、私の,あの会社の、ね、ホームページからロープレ「スウォット・ムースキロープレイ」と言ってしまえばあのその、えー、案内ページに行きますんでね是非とも参加してみてくださいはいまあ,あのチャンネルうそうこういうね動画いっぱい出しますからまたチャンネル登録もよろしくお願いしますさあいうことで、まあ、今回はスウォット・ムースキの答えは一つではないという話でしたはいでは以上です